Because
島の向こうに一方的に存じ上げておりますし、ね、もちろんゴンミューさんはもうほぼほぼでも、もう聞かせていただいてますし、本当に嬉しい次第です。今日いろんな方々の音楽に出会えることができました。本当にこう本当に楽しいです。名古屋からねいらっしゃったんですよね。すごいですね。僕名古屋に2年ほど住んでたんですね。だから名古屋の人と大阪ではあったりすると非常に市場の喜びを感じるんですよ。もう本当に話したいんですよ。だんだん京通りの誠やってる味噌煮込みうどんうまいぞとかね。もうそこね、誠屋と栄の角丸とこの2軒が僕は最初に言うのでね、今でも食べたいぐらいです。毎日食べたい。最初にね、まあ社会人の一歩を踏み出したのが名古屋なんですけどね、転勤で、最初口にちょっと合わなかったんです。やっぱり僕は味濃いんで。ところがなんか中毒性のものがあるんですよ、名古屋飯って。食べたらやめられないってことだよね。あれおかしい。で名古屋を離れたいのは、でももうたまに名古屋食べに行ってるんですよ。そうなんですよ。本当にあの煮込みとか味噌煮込みうどんもうまいけど、煮込みね、あのビール飲んで煮込みとか、本当味噌カツも甘いやつあんま好きじゃないんですけど、大須観音にちょっとそのソースと醤油と混ぜたみたいなソースカツ、こんな話してたらキリないものですちょっとブルースっぽいやつが警部さんになってます。
して何かを捨てよう。そがれの街Thank you.
Oh,
当ありがとうございました。毎度でございました。もう終わりなんですか。面白かった、よかった。あ、まだだいぶ時間ありますよ。あちこさん、あ、まあまあ、そうなんですか。もう一曲期待な。はい、じゃあどうも、あの、マスター、ありがとうございます。